スペイン外人部隊の対象スペイン外人部隊は1920年にスペイン陸軍内に創設された外人部隊である。スペイン外人部隊は1920年にフランス外人部隊に倣ってモロッコにて創設された。同部隊は陸軍参謀総長の直接の指揮下にあり、スペイン陸軍の中でも精鋭で知られた存在であった。1987年までに連続して、 再編成された結果、外人部隊は、総員6500人にまで縮小された。隊員はすべて志願兵からなり、かつ、他部隊よりも、職業軍人の人数を多めにするよう配慮された。ヒスペイン系の隊員の補充は1986年に一旦終了した。すでに在籍していた、外国籍の隊員はそのまま残留となる。外国籍隊員のうち最も多いのは、 キューバ人であっった2000年代に入って徴兵制度が廃止されるとスペイン外人部隊は再び外国籍隊員の入隊を拒可。スペイン外人部隊は4個のテルシオを機関単位とし、部隊規模は連隊と旅団の中間にあたる単位である。テルシオの長は大佐が指定された。第1テルシオと第2テルシオはメリリオとセウタの中東軍の主力を構成した。各隊は 自動車課題隊が削減された後、1個自動車課題隊1個機械課題隊対戦車中隊及び本部中隊からなる編成となった。第3テルシオは2個機械化不評代隊と本部中隊からなる。第4テルシオはマラガの近郊に駐屯しており、外人部隊本部で全般支援から戦闘部隊まで多様な部隊からなる。国防省は、 完全に主岸兵からなる緊急配備部隊の創設を計画しており、スペイン外人部隊、落下山旅団、空中機動旅団と海兵隊を含む、この部隊は命令下達後12時間で世界の紛争地帯に投入できるようになるという。現在のスペイン海軍、空軍は十分な数の輸送機と輸送艦船を保有していないため、その能力が制限される原因となっている。 迷彩服を着用したイラク派遣隊員。左奥はウクライナ軍兵士。1920年の第三次リーフ戦争で初めて投入され、1936年に始まったスペイン内戦ではフランシスコ・フランコのような反乱側のために戦った。第二次世界大戦後はモロッコの植民地紛争や西サハラ問題での紛争に投入された。 1991年のユーゴスラビア紛争では平和安定化部隊に参加し、アメリカ同時多発テロ事件以降のアフガニスタン紛争、イラク戦争でも多国籍軍に参加した。近年では国際連合レバノン暫定中流軍やタイアイッセル作戦に参加している。スペイン外人部隊霊下の待機を掲げる兵士第二外人旅団以外の指揮下救命。 外人特殊作戦バンデーラ。2002年より特殊作戦集団の一部となり、外人部隊以外の兵士も配属されている。一般公開イベントで、榴弾砲を操作する隊員装備品は、スペイン陸軍のものに準ずる。火砲車両銃火器製火曜日祭りでの更新を行う隊員たち。グースステップの官府更新を行う外人部隊に同行するマスコットのヤギ。 ありがとうございます。